マイチャリやらないよ。マイチャリは、もういいよ。社長に飽きたって言われたし。今日はコーラ飲んでない。これ昨日の飲みかけね。つか俺びっくりしたんだけど、これみんな気づいてないけどさ、俺このズボンね、何日履いてるのと思って。ちょっとやばくない？俺ずっとこれ着てない。俺な何日？2日どころじゃなくない？匂いそうつか、お風呂は入ってるけど、なんか、着替えるときにまた着てるっていう。6日も履いてる？お気に入り。すごい気に入ってる。ふわでは金瀬がすごい大食い。いや、大食いいるんじゃない？俺より食うやついるよね。俺ってまあ食う方だけど、なんか大食い選手権とか出れるレベルではないっていう。でね、俺大食いっていうか早食いなんだよ。早食いだからたくさん食べれるタイプで、ゆっくり食うとね、人並みしか食わないよ。配信外とか、ゆっくり食うじゃん。だからトムソーヤとかのが全然食うね。量で言ったら。俺早食いなんだよ。とにかくモンジョリと同じ、食うのが早いからたくさんね食えるっていう、ね、くるみどうしたの、強がってね、ブロックしちゃってね、お前のこと好きっていうか、まあブロック入れてるからね、俺のことね、何、名前を出したの、でまたイキリストのネタにされてね、かわいそうだよちょっとね、どうせネタにされてるんだろ、ネタに、でおもちゃにされてるんでしょ、大体わかるね、で面白いのそれね、くるおもちゃにして、まあそもそもイキリストって無名の時に来ると付き合ってちょっと知名度上がったでしょ、で機長くんも無名の時にね、来ると山手線歩いてるんだよ、来るちゃんの枠で、知ってる？だから来るちゃんのすごいところってあげまんなんだよ、あげま知ってる？だから一応気軽に絡めるじゃん、来るって誰とでも絡むじゃん、いやその配信タイガースのもっと前ね、で気軽に絡めるし、まあ来るが男と絡むと500人ぐらい来るじゃん、一部ととかもね、だからね一番手軽な売名ツールなんだよ、でまあそれなりに可愛いと。中村もそうだったよね、人気があるとき。来ると絡んでたでしょ。来ると絡んで人気あったよね。すごいよね、来るって。そうやって思うと。いや、狛江はもともと人気あったけど。負けてるやんって、何負けてるの？で、一部とくんは来ないんじゃないかな。一部とくんは、
で、くるちゃんって俺がね、絡み出した頃も200人ぐらいいたからね、うん、それなりに人気あったよ。無名じゃなかったからね。で、名古屋で、誰か入荷するって話、入荷芸その頃からやってるんだけどね。で、パルと誰か入荷するってなった時に、くるちゃんってコメントから名前上がって DM 送ったんで、俺が。うん。そういう経緯があるんだよ。そうそう、だから予算とかと絡んで、ちょっと知名度とか閲覧とかあったんだよ。うん。初知り、いらっしゃい。いや、告ったっていうか、アンケートでね、付き合ったから。アンケートでね。で、付き合って、リスワン取らせてあげたんだよ。リスワンをね。で、そっからまあラブホに行ったと。うん。いうことですね。で、その時結構人気あったんだけど、付き合ってから、どんどん人気が低迷してた。人気が、うん。どんどんリスナーが離れていった。で、3ヶ月ぐらいしか住んでない家を解約したんだよ。まあ、4ヶ月、5ヶ月ぐらいかな。もう、不動産屋に苦情が入りまくって、アイコとね、パルパルがなんかやってね、苦情が入って、出てってくれって言われてね。で、家を引き払って、業者呼んでね、全部捨てたんだよ、家具を。せっかく揃えたやつね。名古屋に新居構えて、机とか椅子とか全部。それを全部、処分してから、埼玉のクルの家に引っ越したんだよ。引っ越したつか、家にね、居候みたいな感じで。でも捨てたね。ナイスアリアンス。で、その昔の家が今の家とそっくりなんだよ。知ってる？こういう間取りだったの。しかも 2LDK で家賃が5万4千円とか。すごい田舎に住んでたから、名古屋のね。だ今思うと、ようあんな田舎にね、いろんなやつ来てたなと思う。いろんなやつ来てたなと思うし、クワッチ始めて2年ぐらいで、いろんなやつを家に呼んで、俺仕切ってたから、すごいなぁと思う。すごくない？クワッチ始めて2年だよ。鮫島とか、近藤とかね。で、パルトも仲良くなって、2年ですごい伸びてるよ。うん。だから昔からなんかそういう仕切るっつうか、なんかそういうね、力はあるかもしれない。うん、あ、ジサティンとかね。うん、で、ツバニャンとか、ね、アサヒナとか、もう、そこら辺で第一線じゃん。配信歴も長くて。もうそこにね、肩並べてたからね。言うなら。でも、マンスリー1位とか、ナイスは上位じゃなかったよ。まあ10位とか15位とかね。でもなんか認められてたよ、うん、もう その頃からね、うん、だからブーちゃんの後じゃない？多分違うか。その後ブーちゃんか。ちょっと忘れちゃったな。いや、ブーちゃんの後だ、うん。何年前？ 3 年ぐらい前だね、多分、うん、4年ぐらい前かな。だいぶ古いよ、うん、だからもう1年そこそこでもう頭角を現してたんだよ。
俺っちはね、うん、うん、思い出話か。まあ喋ることがなくなると思い出話とかね、過去の栄光とか、まあそういう話もするよね、言うて、うん、マリオの閲覧がやばい、俺と枠かぶってるからじゃない、だからマリオのリスナーがわかるよね、うん、マリオの自分の閲覧が、でも閲覧伸びてるんじゃない、昔に比べたら100人ぐらいいるんじゃない、ラブだよ。ありがとう。あ、ありがとうね、ピーちゃん。茶化してくる。まあ終わってもいいけどね。うん、終わっても。まあ1800ナイスもあるしね。うん、でまあマリオの枠見たら。なんせ体調が悪いっていうね、うん、だってあのマリオの枠見てた、俺始まる前、俺トイレにこもってずっと吐いてたんだよ、うん、知ってる、うん、それぐらいトイレにこもるぐらいずっと体調悪いんだよ、うん、なんか多分寝ゲロしてると思う、うん、なんか寝ゲロで起きたもん、うわ気持ち悪いと思って、うん、辛そうだったでしょね、うん、いや死ぬなよっつってももう死ぬかも、うん、羽ペンください、羽ペン、今日は羽ペンは何個もらってる？3900個、あ、いいね、ちゃんともらってるね、うん、うん、夕飯食欲ないね、うん、食欲が、でも元気ないとかじゃないよ、元気なんで俺は常に、あ、12時からやる、うん、まあね、ナイスもね、やらないとね、うん、で、イキリストに閲覧持ってかれてって、アキコママのお店って何人いるの、うん、何人、比べないでほしいよね、やっぱそういう、たくさん群れてねやってるとこの閲覧と俺一人の閲覧とね、質が違うから、うん、ね、来るといるんでしょ、うん、うん、小林と、だから小林をバカにしてるんでしょ、どうせね、アイテムも飛ばないし閲覧もないからね、うん、で今自分が閲覧があってアイテムが飛んでるからマウント取ってるんだよ、どうせ、うん、ちなみに俺とクルがね絡んだら3000人は硬いよ、うん、元嫁と絡んだらね、だからその閲覧マウントを取ってこないで、うん、閲覧マウントまったり配信で、で元嫁と元カノコラボ見た、あの伝説のコラボ、うん、違うかやっぱね、で延長はしないんだけど、
まあなんせそういうことやってきてももはやあんまやることもないんだって、うん、俺はね、うん、だから今更ねあんなとこにねあんな群れてるところにもう行くような感じじゃないんだって俺は。わかる？みんな明らかに違和感あると思うよ。ああいう大勢いるところにね俺がポツンといてね飲んでても違和感あるよ絶対に。でむしろ行ってほしくないでしょ逆に。ゼロワンはどしっと構えててほしいでしょ。だからモンジョリのヨギママの誕生日会とかも行かない方がいいんだよ。あんまり安売りしすぎてもダメだよ、うん、で置物になっちゃうからね。で行ったらキリストにいじられるんだよ、うん。ゼロワン今日老け出てないとか言ってね、うん、じゃあ浮くよあのいろんな意味で、うん、うん、で空気を壊しちゃう、うん、あゼロワンさんどうも初めましてとかね、うん、で小前くんそんなねしょうもないとこ行くぐらいなら俺と遊んだ方がいいんじゃない小前くん、うん、そんな、うん、そっちの方がいいと思うよ、うん、あ、羽ペンありがとう。あ、マリオにポンポン投げてあげて、じゃあ。うん。で、来るも、本当に相変わらず気持ち悪いよね。北海道で一部とね。で、こっち来たらまた男。男、男。男ばっかり。うん。男いないと生きていけないの。ね、男いないと、うん、いいだろ別に良くないよね、うん、あんまり元嫁だよ、うん、ちょっと印象が。だって俺でも最近女してないでしょ。ちゃんと成長してってるじゃんね。でも来るは相変わらず男男ね。こっちも男こっちも男男のことばっかり、うん、本当に成長しないなと思ってる、うん、で配信のためじゃないよあれ。自分で枠つけないしね。どうやって生活してるんだろうね。配信が収入源でしょ。でなんか旅行とか行ってるじゃん結構いろんなところ。収入は？うん。裏っ引き？うん。いや配信してないよね。いつも配信してるよって。一部とかいつも配信してるじゃん。うん。うん。でね直振りとかじゃなくて普通に配信で投げてくださいが一番ね結果としてはねお金残ると思うよ。で変にラジコになっちゃうしね、うん、俺はね配信しか収入ないから。こんばんはねサリアンス。よくないと思うけどね、うん、金に欲がないっつったってキャバ嬢みたいなもんで、やっぱ配信者も20代が一番稼げるじゃんふわっち。じゃあ30代で年取った時にどうやって生きていくの。1900あります。男は寿命長いじゃん配信者も。で女の子は寿命結構短いよあれ。リリーさんとか結構稀だよあれ。あんな人いないよ。
で、まあね、いい人に出会って結婚でもできたらまだいいけど、どうするんだろうね。いや、ふわち年取って、だって30代で活躍してる人って、まあ、ほんとごく一部だよ。リナネコちゃんとかでしょ。リナコちゃんもまだ20代 ?30 ぐらいでしょ、多分。で、桃奈々さんもあれ30ぐらい。ウイタンとか。やっぱりね、マンスリー強いのは20代とか多いと思うけどね。いや、厳しいと思うけどね。で、落ちてく例もいっぱいいるでしょ。ワンワンとか。ね、AF ちゃんとか。ね。落ちてる人もいっぱいいるからね。まあ、男はね、40代でもね、活躍してますから。だから、くるちゃんも男してるとやっぱ問題出てくるからね。付き合うと思う。付き合うじゃない。こっそり。で、まゆちゃんは、あまりちょっと事情は言えないけど、あのね、サボってるわけじゃない。これだけ言っとくよ。まゆちゃんと共通の仲いいリスナーさんに事情を聞いて、これはさすがに言わないであげようかな。でも、家族とかそういう事情だね。だからラジオでちょこっとやってたでしょ。まあ、それに事情があるんだよ。だ、今遊びほうけてるとかではないから、そういう勘違いやめてあげて。それ家庭とかいう事情、これはもう仕方ないなっていう。大丈夫かな、ちょっと心配になるレベル。でも連絡はしてないよ。連絡は一切してないけど、ああ大変だなっつうか、そういう感じ。自分で知らせてるんでしょ、家族の事情とかね。だからそのお金の部分がわからん。じゃあ配信せずに他にね、どんな収入があるのかわかんないね。で、総理も枠来なくなったしね、俺の枠にね。総理いるだろうって。だって家も出てってね、犬も自分でやってるから、総理は関係ないんじゃない。総理はおそらく、60万さ、もういいわイベント。まあ、鳩ばっかりだし、もういいよ。抜かれても、諦めるっつうか、もう鳩ばっかりだし、振り回されてもね、お金持ちにね、いや、ピちゃんは応援してくれてるからいいけど、何嬉しいくせにっていう、もう政治関係の鳩みんなブロックしてやろうかな。
政治関係の鳩、よっぽどマンスリー勝ちたいんだね。完全に特化してるじゃん。もうマンスリーをね勝つために、税金で金、俺も金ねえよ税金で。あ、トムちゃんセンキュー、ありがとう。はい、ここありがとうね、ありがとうございます。閲覧よりももう金なんでしょ。あ、ともちゃんセンキュー、ありがとう。あ、ありがとうね、ともちゃん、ありがとう、ありがとうございます、どうかありがとう。いいね、センキューセンキュー。お、いいよ、ともちゃん。だから、ハトやめてや。ハト。なんなの。ラストね、ともちゃん、ありがとうね、たくさん。気にせすぎ、それイベントだったら多少は気になるでしょ、多少は。NG 入れないというのは問題あるね。もう年、やちょっと、いつものことじゃなくて俺にも投げてこっちにも投げてるから余計鳩が来るんだって、いつもの鳩はあ、やばい倍出たよとかでしょ。でも共通のリスナーさんだからね、余計鳩が来るってことだよ。何の意味が、だから面白いがってるんでしょ。ゼロワンに絶対勝とうって言ってる、じゃあもう負けました、今月はもういい、それでなんか打倒ゼロワンみたいなやめてよちょっと、もう今月はマンスリーもねもうそこそこでいいし、でもちょっと出たからにはこのイベントちょっと勝ちたいな、出たからにはね、少しですが。あー、10個ありがとうございます、ありがとう。あ、そんなこと言ってない、はい、ニコ、センキュー、ありがとう、ありがとうね、ここ。あ、あーちゃんね、はい、どうもどうも。